米ではツートーンの装備充実モデルが約890万円。フォルクスワーゲンのおしゃれな新型ミニバン ID.Buzz ID.Buzz が、いよいよ日本でも年内にプリセール開始となる。シルエットこそノーマルなワンボックスフォルムながら、カジュアルと上質を絶妙にミックスした各部のデザインや、ツートーンに塗り分けた鮮やかなボディカラーなど、 ID, バズが街を走り始めれば、トレンド感度の高いインフルエンサーや業界人などから引っ張りだこになりそうだ。ただ、いざ購入を意識すると、一番気になるのは価格。昨今の円安で高騰していることは容易に想像できる。では、ID, バズは一体、いくらぐらいで日本で販売されるのだろうか 日本価格を予想するため、まずはすでに販売がスタートしている国での価格をチェックしてみよう。最大のマーケットになりそうな米国では、スタート価格が税抜き59,995ドル約840万円に、設定されている1ドル140円換算。ただし、 これはモノトーンボディに簡素な装備のエントリーグレードで日本に導入されそうなツートーンカラーの装備充実グレードは米国では63,495ドル約889万円で販売されているさらに後輪に加え前輪にもモーターを配した AWD モデルは九百九十五ドル 約952万円というお値段だつまり米国価格から日本仕様の国内価格を予想すると消費税込みで約980万円1050万円になりそうなのだドイツでは同様の装備充実グーレドが約820万円次に本国ドイツを見てみよう ドイツでのスタート価格は税抜きで42,015ユーロ約672万円という設定1ユーロ160円換算を安いとびっくりだが本国でのエントリーグレードはモノトーンカラーに樹脂バンパーという質素さなので国内導入はまずない仕様だそして 米国と同じレベルの装備充実グレードは51,170ユーロ約819万円となる。さらに日本でも販売される可能性ありと言われるロングホイールベース版は52,705ユーロ約843万円となっている。AWD モデルはノーマルホイールベース版が61,430ユーロ。 約983万円。ロングホイールベース版が62,965ユーロ約1,008万円という設定だ。なので、ドイツ価格からの予想だと、国内価格は約800万円1 100万円と引き出される。予想は800から1,000万円強円高にも期待。結局のところ、 米欧どちらの国を参考にしても、だいたい800万円から1000万円ちょいまでが ID、バズの想定価格となる。ネットではこれまで500万円くらいという予想記事も出回っていたから、それらに比べるとかなりお高めな値段であることは否定できない。ただし同じくプレミアムな輸入ミニバンのメルセデス、V クラスは、 スタート価格926万円なので、ID、バズは高価なバッテリーを積んだ EV。ということも考えると、あながち割高とも言えないかもしれない。さらに、ワーゲンバスの愛称で知られライフスタイルアイテムとして、今でも引っ張りだこのタイプ2を現代技術で解釈し直した ID、バズは、 レトロデザインのピープルムーバーという直接のライバルが不在。それだけに価格設定も強気で来ると思われるのだ。というわけで購入検討者には少しがっかりかもしれない価格予想となってしまったが新車価格が高ければ当然リセールも高くなるのでトータルでの実質負担はそこまで増えないはず。また この秋から米国が利下げを始めたため、今後は円高が一層進む可能性もある。さらにゴルフ8.5やティグアン、ティークロスなど9月に発表されたフォルクスワーゲンの新型モデルが軒並み、地の予想よりも値上げ幅を抑えて登場したのは記憶に新しい。購入を検討中のユーザーは焦らず。 まずは年内のプレセール開始で出揃う情報を待つのが良さそうだ。